続いてはモーモーカフェです。川口さん、こんにちは。こんにちは。お店のおすすめはバニラです。バニラ、はい。え、食べる？え、ラブ？ちょっとテレビ的じゃない？好感度下がるでしょ。召し上がりますか？いいんですか？お待ちください。申し訳ないです、なんかね、お願いしちゃったみたいで。お待たせいたしました。あ、ありがとうございます。美味しそう、たっぷりバニラですよ。やっぱり王道ですよね。はい、じゃあもういいですか？どうぞ。食べちゃって。どうぞ。いただきます。うん、わっ、美味しい。あの、川口さん、はい、すごくあのミルクの味っていうんですか、はい、コクっていうのかな、はい、しっかりしてるんですけど、はい、一番最後こう後味はすっきりさっぱり。そうですね、うん、川口さん、やっぱりこのソフトクリームの美味しさっていうのは何か秘密があるんですね。はい、富士山麓で育った牛の牛乳をそのまま使っているからです。川口さんも召し上がったことあります？もちろん。はい、あります。いかがでしたか？とても美味しいです。やっぱりこう他でいただくソフトクリームとまた違いますよね。違いますね。はい、ぜひあのこれからこちらね、インターネットでご覧いただいて、はい、見に来られて食べる方にちょっと一言お願いいたします。メッセージをとても美味しいので、楽座にいらした際はぜひお寄りください。よろしくお願いします。川口さんにも会いにいらしてください。よろしくお願いします